ビーレジェンド上谷です、田中トレーナーにですね、彼がなんかナローベンチで重量を伸ばす方法っていうのをなんか編み出したと今言ってるんで、ちょっとハウトゥーをノウハウを聞いてみたいと思います、はい、ナローベンチを伸ばすポイントが分かりましたすごい狭いところなんですけど、ちょっと教えてください、はい、ナローベンチ重量を伸ばす方法、そうです、はい、携帯が落ちましたナローをやるときにですね、はい、下ろすときに肘を割って、うん、そこから顔側にずらす動きを強調すると、うん、斜めに重量が逃がせるので、うんうんうん、かなりなるほど、だから下ろすときに肘を外向きにちょっと開き気味にして、上げるときに顔というかおでこ側に上げるようなイメージ、そうですね、それの動きを広いときに再現できると大胸筋のストレッチが非常に緩くなるので、なるほど、高重量をこなしても肩が痛くなりにくい、なるほど、でその素振りじゃないですけど、ちょっとこう殻でなんか腕の動きをちょっとやってもらえると、なるほど、だからまあ普通の、まあ、ワイドとか普通のグリップですね。ナローですか、はい、ナローとは思いがたいですけど、肩幅より広いので、まあ、一応80センチラインより、ああなるほど、ラインから見るとナロー、はい、ああなるほど、確かにね、小指がラインに当たってる感じっていうね、人差し指じゃなくて小指ぐらいですね、そうですね、はい、まあ、その動きをワイドで、うん、ワイドグリップで、肘をちょっと広げて下ろして、おでこ側に上げるイメージ。いいですか？はい。ちょっとこう後ろというか頭側に上げるようなイメージ。で、肘がこう下ろすときに、ここで分かりにくいかな、なんか外に開くようなイメージでやると。で、それによって肩。はい、三角筋全部へのストレッチが結構大胸筋へのストレッチが緩くなるから肩の痛みがマシになるから、そうですね、まあ、重量を上げられると、はい、なるほど、ありがとうございました。ちなみに田中さんはベンチは何キロですか？一応透明で165がベスト。165、はい、なるほどちなみにスクワットは何キロですか？スクワットは230です。230、はい、デッドは？デッドは250です。デッド250、はい、言うと、じゃあ3種目で、まあ、練習ベストが3種目で645です。3種目645です。5、はい、なるほど、まあ、そんな田中トレーナーのナローベンチの重量を上げる方法というのは非常にニーズの狭いハウトゥーでしたということで、またよろしくお願いします。はい、田中トレーナーアップです。でこれも今肘は意識してるんですか？はい、肘を広げる感じで下ろして、ちょっとおでこ側、頭側に、プッシュするイメージですね。こんなイメージです。ああ、そうそう、これが、それが分かりやすい。肘を後ろに引いて、おでこ側に引き上げるような、プッシュするようなイメージ。はい、はい、分かります。で、これからどうするんですか？重量上げてアップして、重量上げてアップ、さささっと、はい、じゃあ、お茶目の田中トレーナーが取れながら動きがチープですと言いながら、まあ、何気にナローベンチで100キロやろうとしますけどねスッスッスッス上げるのがね、はい、で、アップですからね、まだあと165キロワイドですね。ワイドで、はい、ナローだったら何キロぐらいなんですか？160ぐらいですか？あ、それでも160上がるんだ、はい、なるほど。普段からもう試合を想定して止め、ちゃんと胸で一度止めてからのプレスですね。
じゃあちょっと最後に150を見て終了としましょうか。大体こういう時に怪我しますからね。もうくれぐれも気をつけてください。完全な止めでしたね。ちょっとあの、ひらひら赤旗上がりそうなイメージありますけど、感じ的にちょっとなんか白旗パッとなんか3本上がらない感じでしたけどね。1本ぐらい赤旗出そうですね。はい、ということで、まあ、こんな感じで150キロナロベンチ、あ、このフォーム、このスイングということで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、またお会いしましょう。さよなら。